さて今回紹介するのがこちらフェアリープロジェクトですね。今日は彼らの YouTube チャンネルについて考察していきます。まず彼らを知らない人のためにフェアリープロジェクトを簡単に解説します。こちらのチャンネル主にデュエルマスターズの対戦動画を投稿してるんですが、総再生回数がなんと5400万回超え、チャンネル登録者数も7万1900人とデュエルマスターズの対戦動画ではトップクラスの人気を誇ります。そんなフェアリープロジェクトのレギュラーメンバーは現在3名、フェアリー、ツバイランス、そして2月26日に入った新メンバーの柳です。でここちょっと気になってて、柳のフェアプロ加入とツバイランスの競技プレイヤー引退のタイミングが両方ぴったり2月なんですよ。これ普通逆じゃない？いや大会の調整に時間使うからツバイランスが動画に出る時間なくて柳を加入させたならわかるんですけど、逆に競技プレイヤーを引退して暇になってから柳を雇用するのはなんか変じゃないですか。でこれから導き出される答えとしては、ツバイランスは今絶対何か新しいことを企んでます。でもね、彼のツイッター見てもなんか体鍛えるためにジム行ったぐらいしか書いてないから、この動画を撮る前にフェアリーに話の流れでこっそり聞いてみたんですよ。もう絶対裏でなんかしてるでしょつって、でそしたら裏で動いていないが真実っていう返事が返ってきたんで、多分ツバイランスは来年フィジークに出ます。さて本題に戻るんですが、このフェアプロ実は現在チャンネル登録者数の伸び率に若干の問題を抱えています。具体的な数字を出すと、フェアプロの直近1ヶ月の登録者増加数が1400人なんですよ。ちなみにフェアプロと同じようにデュエマの対戦動画出してるリジアカウントとかケミクロ放送局は月あたりだいたい2500人前後伸びてます。これ再生回数だとフェアプロの方がダブルスコアで多いんですよ。じゃあなんでこうなったのか、考えられる可能性が2つあります。まず1つ目が対戦動画の限界ですね。まあ今対戦動画だけで獲得できる視聴者の限界が近づいてるんじゃないかっていう説なんですが、これに関しては僕ちょっと否定的なんですよ。もうデュエプレも出ましたし、新規ユーザーもバンバン増えてるので、限界を結論付けるにはさすがに早すぎると思ってます。というわけで本命が2つ目、他のチャンネルに視聴者をかっさらわれているというものです。まずリジアカウント、彼は正直プレイングに関してはさすがに他の大手チャンネルには劣ります。ただ彼は YouTube の運営がピカイチうまいんですよ。まず彼の動画はターゲットを初心者、引退勢、復帰勢みたいな、いわゆるカジュアル層、なんならカジュアル層よりもうちょっとやってないぐらいの層に設定しています。これ分析さえできれば理由は簡単で、要は中級者上級者ってのは全体数が初心者に比べて少ない上に、自分らにプレイングや構築力で勝るケミクロやフェアプロに勝てないからです。彼は自分の能力を分析して周りの状況を考えて動画を作る能力に非常に長けています。そして彼は自身のターゲットである初心者層が気に入る動画を作るため、細部にものすごいリソースを割いています。例えばカードの使用時にそのカード効果を読み上げるところ、ただ読み上げるんじゃなくて視聴者が理解しやすいように翻訳して、さらに実際にどういう挙動するか見せながら解説しています。またこの説明する時の話し方めちゃくちゃスムーズなんですよ。全然噛まない。だからこれ多分なんですけど、陰で相当数のリテイクが行われています。だから彼たまにツイッターで自称大手様からリジア他の YouTuber に潰されるとか言われてますけど、リジアカウントは今後必ず伸びます。というわけでちょっと話脱線したんですけど、要は初心者層に彼めちゃくちゃ手厚いので、ある程度持ってかれてる可能性は十分あると思います。でもう一つがケミクロ放送局。ここはねフェアプロと視聴者層もろかぶりしてると思います。で一応この動画を作るにあたって、僕自身両チャンネルずっと見てたんですけど、正直どっちも高い次元でクオリティが一緒です。だからこれが今後相乗効果で伸びてくるのか、どっちかが抜け出すとか、ちょっと本当にわかんないですね。ただ現時点である程度視聴者が分散してる可能性は高いと思います。まあ、てなわけで僕から見た対戦系 YouTuber の評価はこんな感じですね。とりあえず今後フェアプロがどのような手を打ってくるのかめちゃくちゃ注目してます。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。で、概要欄の方にうまきんプロジェクトの解説ブログもありますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは。